今日はちょっと慌ただしくたらあのアクセサリーをつけるのを一切忘れてきてしまい、めっちゃショックでテンション下がってるんですけれども頑張ります。本日は、スカートに、T シャツを合わせたスタイリング、あの We Love スカート&T シャツですねのスタイリングをご紹介したいと思います。どうぞ。でもあの スカートなんですけれども、プリーツがですねこの平らになってこうなるんですよ、綺麗になるんです。こういうのって、このプリーツって例えばですね、じゃ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 ん、ブラウスの後ろとかでも使われてたりとかするんですけれども、平らですごく綺麗になるんです。なのでスカートとかでは、私なんかもうここの骨盤が張っちゃってて、スカートを履いたらなんかこうすごくワイドになっちゃいませんかなんていうお客様にはぴったりのスカートなんですね。すっきりしますよ。ブルーのとてもいい色なんですよね。なので私はでですね、 T シャツ明日アップだということなんですが、ご紹介したいと思います。こちらの T シャツですね、グラミチとデニムダンガリが、コラボした T シャツになります。素材がとてもいいのと、プリントはフロッキープリントになります。なので洗っていくとどんどん割れてくるんですね、プリントが。それがまたまたこう経年変化を楽しめるのでとてもおすすめです。そしてこちらの T シャツの素晴らしいところは、肩のラインに違う色ですね、色を違う色にして、なんて言ってんだろう、配色だもうやばいね、言葉が出ないんですよ本日もう老化です、老化でですね、チェーンステッチになります。このステッチがすごくかっこよくて、これもね経年変化が あるので、着ていくごとに、洗っていくごとにめちゃめちゃいい味になります。そしてですね、 T シャツの後ろです、これもすごくよくて全部袋になってます。こういうの、あ、出る、こういうのもいちいちいいんですよね。なのでとてもおすすめです。グラミチのこちらですね、あとサイドですね、前後ろ、この辺の裾の仕上がりもとってもいいので、スタイリングご紹介したいと思います。サイズ2の T シャツをインして、ロング丈のスカートでスタイリングしてみました。おー、 We Love T シャツですよね。 T シャツコーデ可愛いですよね。なんか T シャツコーデの時って、前もよく言うんですけど、スカートの中にこうインをしちゃって、キュッっていう風にスカートがこうウエストがキュッて絞れるものがあるといいなと思います。なのでこんな感じのね、スカートキュッと絞れるスカートが1本あるといいかなと思います。はい、サイズ2のサイズ感こんな感じです。はい、サイズ4を着てきました。今度はホワイトで着てきたんですけれども、結構オーバーサイズなんですけれども可愛いです。パンツはですね、あのイージーパンツのつむぐの裾のところがねちょっと透けて可愛いパンツにしてみたんですけれども、緑とねこの白 T 可愛くないですかね。オーバーサイズなんですけれども、やっぱり物がいいとですね、あのだらしなくないっていうところがもう最高です。ということで、こちらはなんかパパでもいけそうです。まあちなみにうちのお父さん欲しいって言うだろうなと思いながら来てました。なんかあれだよ、うちのお父さんさ、お父さんがさ、このグラミチのこのパンツ履いてるのを見てさ、そうそうめっちゃかっこいいとか言って、自分分もお揃いで買ってた。なんかでもやっぱかっこいいんだよね、素材もいいしね、かっこいいよ。グラミチと DD のコラボってほんとかっこいいと思う。今度親子コーデを、親子、あ、そうだね、あ、そっか、サメ撮ってくるよ。 OK OK OK、 わかった、了解、入ってました、え、めっちゃ入ってました、あ、